の車の話始まりました。ありがとうございます。今日はどんな話で行くんですか？今日はね、楽しい話です。楽しい話、今日、ね、楽しい車の話ですよね。そうです、もちろん今回も楽しい車の話なんですけども、はい、楽しそうだもんね。楽しそうハッピーに参りたいと思います。ネクタイ楽しそう。今回 の、うん、まあ、ご紹介、あのゲストとしてご紹介する企業の車の中で、うん、一番好きなもの、うん、教えていただけます？どの企業ですか？お、もう先に言っちゃいますか、はい、今回はホンダでございますが、ホンダさんはいい、はい、もう俺なんかもう僕はバチバチで出てくる。もうタイプ R ですよ。あ、ホンダじゃなかったら絶対出せねえだろうっていうのがタイプ R、うん、なるほど。もうこんなのもトヨタも日産も絶対許さないよね、うん、ハンコ押さないよね。なんでホンダなら OK が出るんですか？ホンダってね、変わってるの、あの会社。へー、ぶっ飛んでるっていうか、とんがってるっていうか。へー、トヨタ日産じゃ絶対出せないものを作るのがホンダ。うん、でも土屋さんらしい選択、うん、テリーさんどうですか？僕はホンダだったら今も僕乗ってるビートが、ビートね、好きなんですけども、ホンダ総一郎だ。そうそうそう、ね、もう今もずっと乗っているんですけど、ビートは、うん、ただシビックでいうと初代シビック、もうあれは本当にショックだったな。ショック、ショックでしたね。今度それこそああいう車ってまあ、向こうじゃミニみたいなのがあったんですけども、うん、初代シビックはもうそういう匂いのするかっこいい。あれ初代シビックってあれですか？ワンダーシビック。ワンダーシビックは3代目だったんです。あ、3代目。で、3代目のワンダーシビックは僕買ってます。3代目のシビック乗ってましたけどね。姉犬のなんかなんとか、まあ、今もセダンになっちゃいましたけども、うんうん、はいはい、そういうなんかね、うん、ハッチバックという、うん、あの時代のシビックはやっぱり印象的ですよ ね。なるほど。では、はい、今回のゲストをご紹介したいと思います。はい、山上さん、よろしくお願いします。山上さんはいつからシビック担当なんですか？シビックはですね、この代が初めて担当したんですけども。今回ですか？そうですね。でも今回の新型シビックは、ええ、すごくいいですよね。ありがとうございます。珍しくなんか否定から入らないですね。いや、本当にびっくりして、僕なんかね、日本の車じゃないみたいなんですよ、デザインも。でそれこそ4ドアでありながら後ろはハッチバック、うん、普通だとなんかね、なんかトランクだけにするんだけども、まあ、だからそれまではアメリカで作ったりとか、うん、イギリスで作ったりしてたじゃないですか、うん、それを純日本にしたわけでしょ。そうですね、今回 の他の国でも工場はあるんですけども、日本のお客様のお届けしている車は埼玉県の寄居工場というところで作ってますね、はい、では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 、うん、ではですね、はい、その、山上さんをお迎えしまして、シビックが今年で50周年を迎えるということですので、シビック50周年スペシャルと題しまして、歴史を見ていきたいと思います、はい、まずは初代のシビック見ましょう。こちらです。これですよ。これかっこいいですね。これ大人気でしたよね。これめっちゃかっこいい。これ1977年に俺、うん、富士スピードウェイで見ましたよ、うんうん、これはそのホンダの社員がレースやってたの、うん、へえ、大場さんっていう人が。だからこの時代からホンダのエンジンってバカっぱやだったの。ああ、そう、そう、軽かったですよね。軽いし、やっぱね、直線めっちゃ速くて、日産のあの参入バキューンって抜いていっちゃうんだもん、うんうんうん、デザインもなんかすごく面白かったね、うん、デザインがね。いや、もう本当にこのイメージがものすごく、うん、多分僕ぐらいの世代っていうか、50代ぐらいの人たちの中ではこういうハッチバックの、うん、通道ハッチバックという当時やっぱ一番なんか若者が好きだった形をしてましたよね、うんうん、そうですね。これテリーさん、ここから2代目に行くんですけど、はいはい、2代目から11代目までもう10変化していくんですよ。あ、そうなんです。それがこちらです。はい、2代目ね。これ2代目、はい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 、3代目。3代目のワンダーシビックってこれがものすごく大ヒットしたんですよね。そうですね、ワンダーシビックは。特にガラス、右側の赤い方のね、うん、車なんですけども、はい、ガラスエリアっていうんですか、うん、あれがものすごく広くて、うん、もう本当にかっこよかったな、うん、今回の11代目シビックもデザイナーはこのワンダーシビックをある程度モチーフというかインスピレーションして、まあ、このガラスエリアとか、うん、サイドのベルトラインとかですね、水平地所などなんとなくそういう目で見ていただくと、なんとなくイメージが重なるんだ。そうだ、だから僕
今回のシビックはなんかすごくかっこいいなと思ってる、うん、かっこいい。いろんな方とお話しするとやっぱりあの俺シビックっていうのがやっぱあるんですね。先ほどの辻本さんもそうですし、テリーさんもそうだと思うんですけど、うん、あのいろいろな世代でシビックをみんないろんなシーンで見られてるので、 そうですね、そこにこうイメージが重なるんじゃないかと思うんですね。なるほど、ね、4代目以降も出ますか。はい、はい、あグランドシビックもこれもレースで活躍してた、うん、本当に F1 の前座っていうところの4代目ですよね、うん、このシビック使い連中が、うんすごいんだからもうセナが来たって全然負けないんだからシビック使いの人たちはそういうのがこの4代目、うん、で5代目スポーツシビックね、うん、これはね僕現役の頃その JTCC っていうレース、うん、全日本ツーリングカー選手権で、うん、トヨタ、日産、ホンダでバチバチにやり合って、うん、ぶつけたもん勝ちっていうレースそれやってましたよこれで、ああミラクルシビックっていうんだこれ、これ重くなっちゃったんだよね、フロントが重い感じがしてきましたね、うん、そうあのねフロントグリルがねボテっとしてきた、ボテってしてきましたね、うんうん、この頃は重くなってる、重くなってるね、うん、そしてちょっと微妙だな、はい、丸っこくなったんですよ、うん、どこがスマートなんですかこれスマートじゃないですか、これ流れるような水道はないんですか、あるんですか、これはありますね、あったんですか、はい、イギリスで作ってた、ね、そうですよね、はい、うん、ちょっとね実はこの辺でね多分飽きてきちゃったんじゃないかな世の中シビックにいやそんなことないでしょ、いやだってこの時代ってまだ2000年ですよ、いやだからこの時代って SUV がもう出始めてきたね、もちろんもちろん、あそうですね、2000年はそうです、ラブ4とかさ、うん、ああいう時代になってきて、ちょっと変わってきたのかな、ちょっと前の形、うん、だから子供たちが、あなるほど、あこれ、うんうん、シビックってお父さんが乗ってた車みたいな、でも2000年だからまだシビック対カローラの時代ですよ、まあそうなんだけども、うん、でももうカローラじゃなかったじゃないですか若い人たちは、うん、ないですね、うん、だからそうなると、うん、なんかちょっとなんか何でもそうだけども、うん、音楽でもファッションでも車でも一時期ドーンと来ちゃうとしょうがないんですけども世代交代していくんですよ、うん、実はこの翌年ですか2001年にあのフィットが出てるんですよね、はい、だからコンパクトカーの役割がどちらかというとフィットの方に移って、まあ、シビックはどちらかというとそういうことですね、はい、それもあるかもしれない、ね、8も見てみましょうか、はい、8、はい、うんね、これホンダらしいデザインですけどね、うんうん、まあホンダらしいホンダらしいデザインなんだけどね、うん、僕はもう芸能界にいるから例えばヒット曲出す歌手の方っているじゃないですか、それに引きずることってありますよね、うん、例えばシビックにしろもう一世を風靡したような車っていうのは、うん、それを背負うわけじゃないですか、うん、その時代も名前も、はい、そうすると次に何か行くときに大変ですよね、その、いやあの本当私も開発責任者っていう立場になってよくわかるんですけど、うん、シビックでやっぱり形が変わって高くなったとか大きくなったとかいろんなこと言われるんですけど、その時代その時代でもう開発者もうベスト尽くしてやってるんですね、その時の姿がこれで、まあ私も責任者になる前は実はあまりシビックって勉強してなかったんですけど、開発してからあのいろんな世代のすべて本を読んで、あこの時代はこういう思いで作ってたなとかですね、この頃こんなことがあったんだみたいな、だから今回の11代目も今またあのコロナだとか半導体とかいろいろあってですね、5年10年経ってからじゃないとあの世代のシビックどうだったっていう話にまたならないのかななんていう気もちょっとしたりするんですね、うん、はい、9代目、はい、9、これかっこいいな、ね、これはかっこよくなりましたよね、うん、これかっこいい、なんかシビックが戻ってきたぞっていう、うん、そのスポーティーさを身にまとって ね、これはかっこいい、あの北米のミドアの SI の写真ですね、はい、そうですね、はい、これないですよね、これ日本にはなかったです、ね、これ日本にないんです、はい、アメリカです、うん、そうですね、で10代目これちょっとね、これちょっと瞑想したんだよね、これ瞑想ちょっとこれ、ね、眉が入っちゃったね、これ難しいのはね、世の中がね、こわもてになってきたんですよ、うん、あのそうするとこう顔がね、うん、おじさん的にはちょっとこれに乗ってたらあのおじさんなんか勘違いしてるのかなって思われそうな顔なんですよ、これ山上さんね、このフロントのこのプレスっていうんですか、これってすごく
この10代目あたりって技術がすごく使ってるじゃないですか、うん、あの僕らは分からないんですけども、うん、これ作れるのって相当大変なような気がするんですね。そうですね、まあ、合わせ立て付けっていうのはやっぱり製造の現場、まあ、開発でいうと図面の設定とかも当然大事なんですけども、うん、やはり作る現場がもう毎日何百台何千台って量産するわけで、うん、まあ、当然シフトが変われば現場の方も変わるので、うん、そういう中で安定的に作るっていうのはすごくやっぱり難しいんですね、うん、これがね、その日本に入ってきて、うん、一発目顔見た時になんかマジンガー Z みたいな顔になって、これはやりすぎだろうみたいなね。だからね、でもそういうこういうのを例えば開発の方に聞くと、いやテリーさんそうだけどこのプレスの出し方これ大変なんですよって言うんですよ。でこれだからやっぱりそこの現場でやっぱり日々いると大変じゃないですか。で僕らは無責任にパーって言ってこれかっこいいとかかっこいいとか。だから買う側だからそれでいいと思う。買う側なんだよね。ね、そのプレスの仕方がどうたらこうたらよりも買う側としたら、その自分のこの年齢と生活に合った顔と形をしているかどうかって、うん、そうです。でドア開けた時にあなんか乗ってみたいなって思わせるものがこう1段2段ってあるかどうかっていうさ、買う側はそうなわけ、まあ、そう今はデジタル世代なのでお客様も、まあ、ディーラー行って車見るっていうステップは当然あるんですけど、もうスマホでパッパッパッパ情報送ってっちゃうので、そうそうそう、まあ、例えば5秒で気に留まらなかったらもうスキップされてしまうような、うん、そうですね、そういうところもあると思うんですね。だからこの10代目って若い人にしか売れなかったんですよ、うん、やっぱこう年配者だとこの顔でもう敬遠しちゃうんですよ、うん、やはり意見は両方ありましたよね、うん、これが好きっていう方と、うん、はい、やっぱり合わないっていう方も、うんうん、じゃあこう振り返ってみて、じゃあお三方の一番こう思い入れがあるシビックっていうのはどれになるんでしょう。山上さんは。山上さん逆に私ですか。私はですね、さっき話のあったワンダーシビックですかね、うん、あ、なるほどね。別に乗ったことも買ってもいないんですけど、やっぱりCM なんでしょうかね、うん、シビックの佇まいと音楽とルイ・アームストロングでしたっけ。そうですね、ワンダフルワードですか、うんうん、佇まいと景色と音楽と、まあ、それがやっぱりずっと頭に残ってるのですかね、うん、ワンダシビックの CM ね。いやもうあれは本当にロマンチックだった。あれはいい CM でしたよ ね、当時ね、特撮とかああいうデジタル技術もなかったからだ、うんと思うんですけど、よりこだわって音楽とか景色とか佇まいとかアングルとか、うん、だから今見ても素敵ですよね。僕もあの CM を見てワンダーシビック買ったんです。へいや本当ですよ。流されやすい人です。そうだね。でもそういう時代じゃないですか。僕はちょうど今この右側のやつの、うん、僕が買ったのはね、コンだったと思います。へ、うん、じゃあテリーさんも思い入れがある車はワンダーシビックですか。そうです。で、まあ、あの上をですね、うん、開けてもらって、はい、サンルーフね。サンルーフ、あの頃サンルーフってなかなかなかったんですよ。パタンって上がるやつですよ。そう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 、そうそうそう。これは本当に良かったな。日本車じゃないみたいだったな。うん、土屋さんどうですか。僕はもう初代シビックタイプ R、うん、やっぱり土屋さんやっぱ走りが良くないとダメですね。そういうことですね。いやだって強烈でしたよ。うん、そのトヨタ日産ホンダの中でやっぱこの時代っていうのは乗り心地だとか質感だとかっていうのがだん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 こうヨーロッパと比較されるようになってきて、うん、だけどこの車はコンセプトが違うんですよ。この時にその川本社長時代ですけど、うん、橋健さんが我々マスコミを前にね呼んで、試乗会で呼んで我々に言ったことが、あるジャーナリストがこんな硬い車売れねえよって言ったんですよ、うん、だけど橋健さんがそのジャーナリストに返した言葉が、ホンダはサーキットを走る人のために作ったんだって言い切ったの。すんげえなこの車。いやだから本当にテリーさんが乗ったらこんなお前ガタガタする車乗れるわけねえだろみたいな、うん、そういう車、うん、でもタイプ R って僕も実は半年くらい乗ってたんですね、うん、はい、その時にその頃ってライボもあったし、ありました、ね、インプレッサーもあったでしょ。あの時代と比べてマイルドでしたよ。ああ。でもその時代はやっぱりその3つが突出してた、突出してましたよね、うん、その中でも一番僕はなんか僕でも操作がしやすかったんで、うんうん、あシビック一番僕の実力には合ってるなと思ったその時、うん、とすごくなんか都会的な、いや本当にギアの入り方からいい、ね、そう
クロスミッションで、もうエンジンなんか9000、8500とかバンバン回って、そんなエンジン、F1 エンジン以外は市販車ではないの。これ今でも高いですよ。いや高いですよ。でこの頃からホンダってタイプ R は全部手組みのエンジンなんだ。量産エンジンじゃないですよね、ホンダはもうタイプ R は全て職人が手組みのエンジンで出すようになってる世の中に。という、まあ、土屋さんが熱く語ってくださってますが7月に発売予定のシビック EHEV を今回持ってきていただいているということなんですが、はい、見に行ってみましょうか。はい、はいはい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。